ミスターメロディは、日本の競争場、シュボバ。主な勝ち倉は2018年のファルコンステイクス、2019年の高松の宮記念、11月4日東京の新馬戦でデビュー。コースタートから先手を奪うと直線で後続を突き放し、両の手走路に八馬審査をつけ圧勝する。二戦目のカンツバキ賞は、道中警戒に逃げるも名称をオーパスにかわされ2着。 三戦目のエスペランサ賞は、中段から足を伸ばすも先に抜け出した、オーバーライトをかわすことができず2着に終わる。2月3日東京の500万下では先段追走から、楽に抜け出すと、後続に2馬進反差をつけて2勝目を挙げる。初の縛りレースとなった、ファルコンステイクスは、後位追走から足を伸ばすと、最後は、浅草元気の追撃を振り切り重賞発制覇を飾る。 その後5月の NHK マイルカップは2番手追走も失速し4着に敗退。休養を挟んで11月のオールカップに1番人気で出走するも5着に終わる。暮れの阪神カップは後位追走から直線で馬場の内側に進出するも逃げ粘るダイアナ・ヘイローをかわせず2着となる。2月24日の阪急敗から始動したが、 直線で束にぶつけられるアクシデントもあり7着。3月24日の高松の宮記念は、好位集団から直線で鮮やかに先頭に立つと、最後は、星雲構成に半場審査をつけ、G1 発制覇を果たす。およそ半年振りの実戦となった戦闘オルステークスでは、GI 馬ではあったものの、ローテーションを不安視されて、重傷3勝のタワーオブロンドンに次ぐ2番人気となる。 レースでは、中段からやや前寄りを進み直線で抜け出しを図るも、レコード勝ちのタワーオブロンドンをはじめとする束に、追いつけず発着に終わった。春秋スプリント GI 制覇を目指した、スプリンターズステークスは、ダノンスマッシュとタワーオブロンドンの二強対決との、味方が強い中、本馬は前走の敗戦や右回りを苦手としていたこと、さらに外枠に当たっていたことから6番人気に評価を、 落とした。レースは、直線で早めに動き逃げる、モズスーパーフレアをトライにかかったが届かず、優勝した、タワーオブロンドン、そして、ダノンスマッシュにもかわされたがなんとか4着に粘った。その後、浦和競馬場で開催された JBC スプリントに一番人気で、出走したが、直線で失速し6着に敗れた。6月7日の安田記念で復帰したが11着と、大敗。 休養を挟み9月13日のセントールステークスでは3着、10月4日のスプリンターズステークスでは4着と、まずまずの結果を残した。そして11月3日に行われた JBC スプリント12着を最後に引退することが発表された。11月26日付で競争場登録を抹消、12月15日に北海道ニーカップ郡ニーカップ町の 呂春スタリオンステーションで種ボバ入りした。高松の宮記念を制した際、場主であるグリーンフィールズの代表を務めている。清水一光氏はスキャットダディの産区ということもあり、種馬にしたいという思いが強かったので、本当に良かったと語っている。すでにスキャットダディ自身は、創生したものの、米産観バジャスティファイをはじめ、カラバジアメンデルスゾーン、ノーネンレバーなど、 世界中で産区が活躍。またスキャットダディの血を持つシュボバの需要が年々高まっていることも受け、海外からもミスターメロディシュボバ入りのオファーが来た。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。